わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は飛行機に関する研究を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学工学部宇宙航空システム工学科、千葉博光先生の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ。私は、航空機の飛行機ですね、そういうの特性や、運動についての研究をしています。合わせて、飛行機の操縦装置や計器についても調査をしています。飛行機を操作するっていうのはやはり3次元上を動いているので、ものすごく複雑な動きをしますし、複雑な操作っていうのが必要になります。しかしこれは、専門的な知識が必要です。でこれらを簡単に、するということが必要だと考えております。飛行機を操縦するためには手や足っていったものを使っているんですけども、そういったものを簡単に、操作できるようにしようということが目的ですね。ふむふむ、具体的にはどんな研究をしておるんじゃ。現状どのような装置で飛行機が飛んでいるかっていうのをまず調べて、それをどんなようにして簡素化できるかっていうのを考えています。例えば飛行機の姿勢を機首が上がってるか下がってるかっていうのを調べたりする計器があるんですけども、それを5度刻みとか 2.5 度刻みでメモリが打ってあったりするんですけども、実際の旅客機のパイロットとかであればその10分の1とか 0.1 度とか 0.2 度というようなところを見てます。そういったところを見やすく表示できるような装置っていうのができればいいかなと思っています。まだ実際に装置を作り始めたところなので、ほとんどまだ2年目なんですね。なのでまずは現在のフライトシミュレーターというのがどのような要素から成り立っているかというのを調べていって、それを将来的には簡素化する、あと制御コンピューターで制御したりとかっていうのを加えていって、もっと簡単にですね飛行機が飛ばせるようなところを目指しています。実際の精度っていうのは、特に、旅客機のフライトシミュレーターっていうのはものすごく精度よく作られているんですけども、やはり、その分、金額っていう面でもものすごく高いもの、もう実機と同じような形の金額が必要になってきます。ですけども、そういったものを将来、訓練とか例えば自動車教習所でっていうふうな形にはなかなかなりませんよね。なので、そういったところで、簡単に作れるようなフライトシミュレーターっていうのも、作りたいというふうに考えてます。千葉先生の研究は今後どのように生かされていくのじゃ。まずは設計制作という形で、フライトシミュレーター自体は、市販されているようなゲームソフトを、使って、それを改良して、フライトシミュレーターとして使っているんですけども、それらを操作する、操縦桿だとかラダーペダルといった操縦装置の方を今、設計制作をしています。機械系の科目が好きな学生さんたちなので、ものづくりをベースにですね今いろいろな研究取り組みをしています。実際飛行機のパイロットの人たちっていうのは計器を今表示されている以上に細かく読んでいます。でそういったものが実際一般の方々には難しいと思います。でそういったものをうまく簡単に読めるような計器っていうのも作りたいと思ってます。誰もがですね、簡単に飛行機が飛ばせるような時代になればいいかなと思います。例えば、10年前であれば、ラジコンの飛行機やヘリコプターっていうのは特殊な技術が必要でしたけども、今はドローンのようなものが出てきて簡単に操作ができます。そのためにも、そのように、実際の飛行機においても、今のような複雑な操作や、計器を見たりということが必要なくなって簡単に飛ばせる飛行機っていうのを目指しています。崇城大学工学部宇宙航空システム工学科の活躍がますます楽しみじゃ。